はいどうもゼロゲンと申します。今日も、ドラゴンクエストビルダーズ2、続きをね、やっていきたいと思います。前回は、プレイ動画の方で、乾きの壺とかね、新しい種とかいろいろ手に入れて、その後帰ってきた後ですね。はい。で、拠点の方もね、向こうの方に見える住人の家とか、すごく小さいんですけども作ったり、あとですね、ここですね、食事所をこういう感じに作り直しました。前ここに吹きさらしにしてたんですけどもね、はい、ちょっとちゃんと屋根をつけてちゃんと食事がしやすいように、ちょっとだけしました。なんだお前らは急にご飯を食べに来た。こっちの方が空いてるでしょ。わい、ご飯ご飯。はい、というわけでね、続きをやっていきたいと思います。あ、そうそう、乾きの壺ね。チャコさん楽しそうやな。で、キビの種？あ、水の中ね。なるほど、水の中に畑を作らないとダメなタイプですね。まあ前作もありましたけども。そっか、そうなるとカカシがまたいるんですね。カカシ先生をどこに置くかで決まるけど、あー、ここちょっと狭いな。参りましたね。これはどこに置こう。はい、お待たせいたしました。ちょっとね、時間がかかっちゃいましたけども、この家の裏手の方にね、新しく、キビ用の畑を作り直しました。うん、ちょっとね、いろいろと場所的に厳しかったんですけども、ちょっとここに作ろうかなと思います。はい。2つぐらい作ろうかな。うん。だから本当だったらこことかにね、作ればよかったんですけど、ここ他の野菜も増やしていく予定なので、まあ、ここはここに残しておいていいかなと、そういう感じでございますね。で、今はみんなご飯時なので誰も耕してくれないとまあ、その前にですね、モンスターの襲撃があったんですけど、これ見てください。はい、ちょっとだいぶぶっ壊れちゃったんですけど、これね、多分ね、自分が駆けつけた時にはもう戦闘が終わってたんですけども、多分これ大木槌いますねこれ大木槌がちょっと出てくるようになったっぽいんですよね。これ困ったな。大木槌出てくると一気に壊されちゃうからな。だからこの木の柵じゃちょっと防衛がまずい感じになってきたっすね。どうしようかね。石垣みたいなので埋めたいんじゃ埋めたいんだけど、そんなにないっすよね。自分で作れないし、まだ。ちょっとここの修正は後でしよう。で、忘れてたんですけど、なんかレベル上がるっぽいんで、ちょっと上げましょうかね、先に。はいー。キラーン。で、ババンゴの実もなんか定期的にというかランダムに現れるようになったっぽいですね。種まきするようになった。あ、それ助かる。あ、また増えたまだ増えるの？すごい増えるね。大所帯になってきたな、これ。石垣覚えてくんねえかな、ちょっと。あー、危険ばっかしですね。あー、でもこれはこれで、あー、でもこれとかあれかな、階段にもなるんだ。あ、ベンチとかもできてる。おー、すげえいろいろ作れるな、ほんと。名前のか、おー、個室の壁掛けみたいな、あれか。いいっすね、これとかで。なんか
ガードできるとそういうことじゃないのかな。まあいいや。よし。種をまくにはまず収納箱に、あ、収納箱に種がかかしで作物を指定してくれれば、あー、なるほど、そういう感じなのか。うん、だから畑別にというか、かかし別に種を分ければいい感じなのか、ちょっと難しいかな。でもそれ、でも結局自分が持ってる種分しか、なんだろう、種をまいてくれないっぽいから。おーっと、来た。あ、こいつらはまあ多分大丈夫かな。ほら、種が結局あまりないんですよね。よし、あとあのでっかいのやな。おい、素通りしてるよ皆さん。よし、 OK。 結構頻繁に来るようになったな。参りましたね。仲間に入れて、はい。ここに異端者がいるぞ。モブ臭がすごいな、後から加わってきたやつらが。あ、でもあの子かわいい、若いね。さあ、それでちょっと耕してくれないと困るんだけど、早く。あ、ちょっとだけ耕してるけど、あ、ちょっとだけやってるね。とりあえず1個だけ巻いてみろって言ってたから1個だけ巻いてみるか。キビの種をこう植えて、で水が必要になるわけですよ。でこう、なんか端っこの方巻かれてない、ちょっと待って。ほい、こういう感じでいいのか。この範囲が出るんだけど、それの意味がよくわかんない。はい、こういう感じでいいのかな。おい、耕すとなったら一気に耕すね、君たち。だからこれ端っこ端っこにこう、この範囲はなんだろう、よくわかんないけど、あ、なんか押しっぱなしにしてたらその範囲まで水が溜まるとか、そういうことなのかな。まあいいや、もうこれ全部植えちまえ。これでこの水の中にキビができるというわけですね。あ、これ一回できないとダメなのかな。お、雨が降ってきた。はい、あ、芽が出ましたね。ちょっと待ってね、チャコさん。先にちょっと植えさせてね。こう横がこう並んでる方が木で、でこう囲うように。いや、しかしちょっと大きづち系が出てきたとなると、ちょっと考えないといけないな、もうちょっと防衛を。壊されるっすからね。おい、で、おい、よし、 OK ですね。よいしょ、できたよ、チャコさん。うわこういうことやな、アホなこと言ってる。お前もアホなこと言ってる。これで OK か。あと2種類あるっぽいですね、うん、すぐ実るな。
これ収穫が大変だ。これ収穫してくんねえかね。あの種をまいてくれるとかよりも収穫してくれる方が嬉しいんだけど、収穫してそのボックスに自動で入れてくれるとかの方が個人的には嬉しいんだけど。あ、違う違う、これ鐘を鳴らしたらね、飛び散ってるハート、ビルダーハートを集めることができて、お、どうした？お、農園主あ、お風呂が欲しい？お風呂の部屋でもお風呂がないでしょ。あったか風呂の設計図。ほう。あ、自分で書くんだね、今回は。五右衛門風呂。まさか五右衛門っていう字がこのビルダーズの中で出てくるとは思わなかったな。うん。これも前作と一緒な感じだよね。なるほど。ここかな。何かおあつらい向きにいい感じなので、ここ何がいるの、どういう感じ。ああ、なかなかいいじゃん。なるほど、ここちょうどなんかぴったりだね。まるでここに入ることを見越してたかのような。じゃあここに作りましょう、ちょうどいいんで。はい、じゃあちょっとだけカットします。はい、もうちょいで完成いたします。割と早かった。ほとんど材料作ってたからね。割と簡単にできそうです。よし。で、これか。こうで、たらいか。これ地面をなんとかしたいね。そうなってくると。地面もちょっと動画外でなんとかしよっかな。で、のれん。はい。おぉ。こののれんいいね。で、これでお風呂をここに設置すれば、おお、入ってる。見え、立って入ってる。五右衛門風呂ってもともと立って入るのがね、めっちゃ熱いからね。98%? あれ？まだどっかできてない？ああ、ここか。全然これ見えてなかった。これ何？丸太の椅子、あはは、これか。はい、よし、完成したぞ。おお、いい感じですね。これは、おし、指導くん走ってきた。めっちゃ飛ぶ。お、できたぞ。うわみんな来た。できたぞ。あのお風呂の水はちゃんと綺麗なお湯なんだね。うん、ちょっと後でもうちょっとアレンジを加えたいですね、これね。場所は全然いいんだけど。あ、マジで覗いてもいいの？やった。けど女同士だからよくね。お。お、何ひらめいた？いやっはー。おー、バスタオル。あ、これ装備？いいね。いいじゃないですか。オッケー。もうめっちゃ人いるな。しかしこれ寝る場所をもうちょっとベッド増やさないとダメかもしんない。割といっぱい作ってはいるんですけど、ベッドとかが足りないな今度は。うん、よし。で、よいしょ、みんなおいで。あのロロンド親父がなんか言ってるから、まずほい、そのまま後ろに落ちればいいのに。もっと増やしたい。うん、あ、そういうこと。もうだいぶレベル上がってるから
この辺は全然 OK だね。お、なんじゃなんじゃなんじゃ。うん、分かりにくい君たち。わあ、またここにも抜けたわ。わあ、もうこいつもそういうこと言ってんのか。ロロンドじゃねえか。ダメだ。雰囲気だけのヒゲ。すげえ、シドウ君が正論言ってる。割とこういうの疎そうなのに。まあそのうちな、それは。お、胎児の様子が、てん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 、またでかくなる。おーおー、あんま変わってないような気もするけど。意外と普通っぽい。もう胎児が育てば鎖風はもう怖くないっていうのは分かってんだね。うーん、おお、いっぱいいる。なんじゃ。壺と壁掛けタオルがある超小さい部屋。超小さい部屋。あー、これつまりあれか、トイレ作れって言ってんの。トイレ作れって言ってんでしょ。ああ、そういうこと。で、君はソフィー、戸惑いの連続ですわ。お姉ちゃん、ちびまる子ちゃんに似てるね。嫌がっても体は正直なくせに、エロ同人みたいなこと言ってんじゃねえよ。でもなぜか感じちゃう。ビクンビクン。小麦を焚き火に入れば、うん、パン作ってるよ。あれ、パン作ってたっけ。パン作ってるよ。あれ、作ってねえや。パン作ろう、パン作ろう。まあ、あれ、パン、あ、もう全部食ってたのか。そう、そういうことか。はい、よし。おお、鳴ってる鳴ってる。これ今度これ住人が収穫してくんねえかな、これ。まあ種植えたりとかは別にそこまであれじゃないからさ。これでもあれかな、レベル上がったら収穫もしてくれるようになるのかな。してほしいね。なんか牧場物語みたいに、そのでっかい収納箱みたいなのがあって、そこに自動で入れてくれるみたいな。お、パンができた。あ、間違えた。はい、よし。お、来た来た来た。はい、できたぞ。パンを作ってしまったんですね。なんと罰当たりのこと。欲しいの、欲しいのかこれ。おお、せっかく作ってもらったのに、その態度は何よ。いいよ。焚き火でっていうのがすごいな。それ止めるけどな。こうなんだ、まだ。何、まだ作ってほしいのがあるんか。あー、なるほど。キッチン部屋、キッチン部屋だね。なるほど。料理部屋か。あ、これで住人も料理を作ってくれるようになるかな。うん、これはいいね。これはちょっと先に作っておきたいですな。よし。うん、なかなかちょっと施設も充実してきたからいい感じかな。お、キビナゴさんは割とできてきてるね。よし、キビナゴ、キビナゴなのかな。
ただ種が足りないからこっちの方が持て余してる感じだけど、まあこんなにいらないのかな。そう考えるとこのかがし一つにつき一つの作物だけでいいような気もするね。ちょっと今の段階で何かあるんだ。 1,2,3,4,5 あ、ちょうど5個あんのか。なんかそれぞれになんか担当する野菜だけ決めてもらってそれでいいような気もしますね。はい、ちょっとその辺は後々考えていきましょう。はい、というわけでまあちょっと今回はもしかしたら動画にしたら短くなってるかもしれないですけども、一旦ここで切りたいと思います。で次回までにまたちょっといろいろ施設とか作って、また動画の方は再開したいと思いますんでよろしくお願いいたします。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。